レスコンフレンス。現物市場とデリバティブ市場という、異なる強みを持つ東京大阪の両取引所の経営統合は、魅力ある幅広い金融商品の提供、システムコストの削減と、より高度なシステムの開発余力の拡大、参加者の資金効率の向上など大きなシナジー効果が期待されまして、我が国資本市場の国際競争力強化に直結いたします。そこでこの本経営統合は、マーケット参加者の利便性向上による資本市場の流動性の拡大を通しまして、成長産業や新規ビジネスへの資金供給と国民の資産運用というマーケット本来の機能の強化を実現して、日本経済の再生とつながる布石になるものと強く確信しております。我々は原点に立ち返るわけでございます。両取引所が一丸となって共通の理念を掲げ、21世紀の、グローバルな取引所として利便性の高い、魅力のあふれた取引所を目指して、全力を傾けてまいりたいと考えます。そういった意味では今日はまさにその出発点でございまして、山登りに例えるならば、ようやく登山口にたどり着いたという段階でございます。投資家をはじめ市場関係者の皆様のご理解をいただきながら、早期に、かなりやっぱりスピードアップをして、頂上を目指してまいりたいというふうに考えております。何卒よろしくお願いいたします。以上です。